皆さんこんにちは、西野瞳です。今日私は水戸市の茨城県立歴史館に来ています。ただいま歴史館では近世水戸の画人記載十行と水神千行、こちらの特別展を開催しています。こちらの展示会についてお話を伺ってみます。主席学芸員の藤さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今こちらを見ていると、この人とそれから動物、鳥が抜け出してくるようなデザインになっていて面白いですね。はい、中にこう飾ってある絵をですね、一部展示、はい、中で写真で出させていただいて、実はここに写っているのは天狗なんですけども。天狗なんですか。天狗様がちょうど絵の中飛び出して、お客さんと一緒に入り口の方までご案内するというちょっと趣向になっております。はい、面白そうですね。はい、じゃあ早速足跡をたどって行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。さあ早速ドアを入ると、はい、こちらの大きなパネルが目に飛び込んできましたが、ね、はい、こちらが墨の水墨画、はい、そしてこちらまたカラフルで対照的ですね。そうですね、今回ですね、この展覧会に取り上げさせていただいたのは、はい、林十行とそれから萩野谷千響というこの2人の画人を取り上げさせていただきました。はい、2人のまず共通点から言いますと、はい、水戸で生まれて水戸で育ち、それで水戸で、絵をほとんど描いたというところになります。ただ絵が対照的であるということと同時にですね、はい、2人のその人生の経歴とかで見ますと、林十行というのは水戸の下市の、はい、町人の子に生まれまして、裕福な造り酒屋に生まれまして、ただ親戚、ちょうどお父さんのお兄さんの家に長男でだったんですけども養子に出されたと、はい、醤油の醸造をやってる家なんですけども、まあ、そこで絵を描いたんですが37歳の若さで亡くなったと。はあ、はい、そうなんですか。はい、で対しまして萩野谷千響は、はい、水戸藩士、つまりお侍さんですね、の家に生まれまして、水戸藩の御用をなしながら絵を描き続けたと。でこちらは実は79歳、年としては非常に長命だと思うんですけども、79歳まで生きたという、そういう人生を送っております。絵も実は千響の方は先ほど十個の水墨に対しまして、はい、非常に多くの顔料を使ったカラフルな非常に細密な絵、はい、それからあとはいろんな人にこう送った中でいうと十個のような水墨で描いた絵なんかも描いていて、非常にバラエティに富んだ絵を描いております。こちらの絵は山水図と書いてありますが、はい、ここからもう10個の絵になるんですか。そうですね、最初の入った最初のこうレーンっていうのは、山水図、それからあと夏季花鳥図なんていうふうに言いますけども、はい、10個の絵の中では比較的水墨でもおとなしめの絵をちょっと紹介しております。はい、はい、でこの最初のですね、消化水滴図、皆さんに最初にご覧いただきたい山水図、山水人物図と言った方がいいと思うんですけども、これは非常に10個の代表作でして、ちょっと面白いと思いませんか。ちょうどですね、はい、見てる我々に対して人物、笛を吹いてる人物が真ん中にいるんですけれども、本当だ、横笛を吹いてますよね。ただ見る我々にとってはちょうどお尻を向けて、背中を向けている笛を吹いてる構図になってます。珍しいですね、後ろ向けるっていうのはね。通常は大体顔はこちらに向いてるのが普通なんですけども、はい、これは見る我々もですね、この笛を吹いてる人物と同じ目線で、でその、向こうにこう藍色で入れた崖がありますよね。この山水画っていうのは基本的にその山の中で、はい、暮らしている人々の営みとかをこう描いたりするものが多いんですが、絵を見てる我々もこう笛を吹いてる人物と同じ気持ち、同じ目線で絵を見ることができるという、はい、そういう絵になってます。でこの絵はですね、はい、水戸で描かれたので、本当に長いこと水戸にあったんですけども、はい、明治の40年代にですね、水戸出身の横山大観、はい、それから同じ日本美術院を起こして伊豆らに移った、石田俊宗、それから下村寛山が、はい、水戸でこの絵があるときにこの絵を実際に生で見て、非常にその感動してしばし無言で佇んでこの絵を3人で見つめていたという、そういうエピソードもある十個の代表作なんです。横山大観の話がですね、東京にも伝わって、林十行のこの山水人物図の代表作にもなったというものなんで、これを最初に飾らせていただいて、皆様にじっくり見ていただこうというふうにちょっと企画しております。そうですか、はい、珍しい、そうですね、構図の絵ですよね。
こちらからは萩野屋仙居、はい、仙居は武士だったということなので、はい、物の上は水神たるべし。そうですね、はい、またちょっと打って変わってカラフル で、ね、あのダイナミックな絵もありかつ、はい、あの写実的って言いますけどもね、その生き物鳥であれば鳥のその、あるがままの姿を描きつつかつ絵の中でみんなにこうおーっとこう美しく思ってもらえるな工夫も加えてあるという、ですからまあ10個に比べると絵の様子っていうのはすごく我々だとこう落ち着いてね見ることができるっていうか、安心して見ることができる絵が非常に多いんじゃないかなというふうには思います。こちらローバイ図とありますが、はい、あの押し入れの上の天袋の、そうですね、部分みたいに見えますね、はい、これはあの弘道館の、はい、藩主の御座所だった清張の間というところの、棚の上についている天袋の実は襖絵なんです。弘道館、水戸の方にはとても身近なところですよね。そうですね、こちらケースに入っているものがこれあの萩野屋仙居が描いた老梅、つまり梅の絵の現物でして、はい、まあ、今実際にあの弘道館に行きますと、同じ清張の間にあの複製品同じようにこう作った模写の絵が今はめ込まれておりまして、作ってからもう150年以上経っているものですから、はい、あの実物はちょっと保存のために別に取ってあるという形になります。はい、そしてこちらには龍の絵と、そして弘道館木ですかね。そうですね、あの弘道館の見学の精神を表した弘道館木というのを水戸藩で作りまして、はい、であの今八華堂というですねお堂に、碑文大理石に碑文を彫って、はい、建ててあります。あの残念ながら東日本大震災で一度ねあの碑面の方がかなりあの傷みまして、でその修復があの今年なりまして、はい、またあの公開とかされてると思うんですけども、はい、この弘道館木って一番上に書いてありますこの天閣っていうんですけども、その、はい、脇にありますこの2つの龍の絵の、もともとの原画を萩野屋仙居がやはりデザインをしておりまして、ちょうどこのパネルはその、木版で後であの、拓本を取ったものなんですけれども、この龍の絵も実は萩野屋仙居が関わっているということで、この弘道館と萩野屋仙居っていうのが結構いろんなところで深い関わり合いがあるというところになります。あの恥ずかしげながら私仙居という名前を今日初めて知ったんですけれども、ね、こんなに身近に作品があるとは思いませんでした。はいはい、水戸藩主でねやはりあのこうそば近く使えていろんなこう藩の御用をしていたと。ただあのやっぱり時間が経ちますとね、はい、あのいろいろこう名前というのは記憶の外からこう忘れ去られてしまうというところがありますので、できる限りこういうのがありますよって展覧会でねご紹介することによって皆さんにぜひ知っていただきたい、そういうまあ画人の一人であるのが萩野屋仙居であると思います。そしてまたこの絵は大きいですね、はい、そうですね、これこそ本当にあの城 の、 あの大広間にでも描けないと描けられないような大幅の、成屋飛行の肖像画ですけども、はい、あの見ていただくと分かると思うんですが、衣冠束帯といいましてね、あの公の一番、儀式の中で着るようなあの一番正装になっております。あの黒鳳といいまして黒いこう文様で入ってますけれども、はい、あの中に六つ葉葵といいまして、三つ葉葵、葵の葉を6枚重ねて中にあの花の文様を入れた、それに唐草をあしらった、はい、非常にあの重厚な感じのする、まあ、そして細かく描かれているそういう、衣装をこう着ているというところです。推定ですけども35歳頃、はい、まだ若い藩主になりたての頃の成屋飛行の肖像画というところが言えると思います。また中でも目を引くのが、はい、この赤い着物を着た女の方、ね、はい、老、はい、美人蹴鞠の図というふうに言ってまして、蹴鞠、はい、まあ、当時その中国のその美人画っていうのを、はい、まあ、あの自分なりにこうもう一度アレンジして、はい、で薄く見えますけどね、蹴鞠がこう上にこうポーンと上がってる、本当だ、そういうねちょっとこう活発なお嬢さんっていう感じの、でただ赤い本当にこう衣装の文様なんかも細かく書いてあって、はい、非常にまあこれは本当あの仙居の作品の中でもまた美人画ってことですから、うん、はい、非常にその目を引くものになってます、はい、先ほどの10個のまた女性の絵とは本当に対比されるものですね、はい、そうですね、あの、まあ、10個の絵は非常にインパクトのある絵、うん、はい、で仙居の絵っていうのは本当にこう見て美しい、非常にまあ目を引くし逆に落ち着いてるし安心して見てられるっていうところなんかがあるのかなっていうふうに思いますね、はい、そうですね、
いや、2人の作品、はい、本当にもう2人の画人の素晴らしい作品を見てきたんですけれども、はい、同じ時代、はい、水戸という土地で生きて、はい、絵を描いたお二人なんですけれども、はい、やはり本当に対極にいますというか、そうですね、ぜひですね、生の絵を見ていただいて、はい、でやはりこういうものっていうのは記録に残し、かつ皆さんに見ていただくことによって名前が次の世代に伝えられていくというところがあると思います。決してこの今取り上げた2人っていうのは、まあ、県内県外問わずそのすごく名前が通ってるわけではありません、はい、ですからこういうふうに地元で展覧会を開くことによって皆さんにぜひですね、生の絵を見ていただいて、あ、こういう人がいたんだということを伝えていただいて、うん、もちろんそれは博物館の仕事でもあるんですけれども、再認識をしていただいて、またいろんなこう作品の発掘なんかにもつなげていきたいというところがあります。ぜひ今回は気軽にですね、その江戸時代の絵画って、はい、いろんな人がいろんな個性でこう描いてるっていうところの絵の中身っていうか面白さはもうぜひそれぞれお気に入りの一幅なんかをこう見つけていただいてね、うん、皆さん自身で楽しんでいただければというふうな思いでおります。はい、こちら会期はいつまででしょう。はい、11月24日この日は振り替え休日で祝日になると思うんですけども、はい、途中は11月のですね、上旬に一度一部展示会をいたします。はい、皆さんぜひこの秋、県立歴史館にこの水戸が生んだ偉大な画人2人の絵を見にいらしてみてはいかがでしょうか。今日は藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。